はい、こんにちは、こんばんは、ゲームの部屋でいこうです。カルチョビットは始めていきましょう。今回は公式戦2戦やっていこうと思います。首位武蔵野放熱だけかもしれない。普通にやっていきましょう。こちらの方が勝率高い。緑が取りました。高さが多い。危ないですね。なんか簡単に取られてしまいます。大抵ペースになってる気がするな。危ない。相手ボールをスローインになってしまいました。松木はキャッチ。危ない。まあクリア。これをしっかりキープしてほしい。お、縦パス。あっと、ノーファウルする。場所ね、また相手のスローインになってしまっている。これは夏木がキャッチ。チャンス。さあ節子、正面にいたんですが決めることはできませんでした。うまいな。ナイス節子。さああっという間に前半終了。銀行は破れません。立てます。これはうまいが届かない。なんかちょっかいをかけるがどうするかな。前に変えていきましょう。守備は大事。さあゴール前。ではクリア。一生クリアです。攻められてますね。マーチング。さあ、逆サイドへ。窓か。あ、これはファールですね。クリミ、鋭いが、ちょっとこれでは入らないかな。こちらボールのスローインになりました。交代枠は使い切っております。
緑。うーん、決めきれません。危ない。おお、クルミがそのままキープするが取られてしまう。ノーホイッスルです。マドカが結構疲れてますね。マドカもナナコが、これはちょっと無理がある。もう5分を切っています。ラストチャンスかな。ほぼ7個、そのまま持っていってもいいよ。入りました。金庫に敗れました。中割っていってる。いや、苦しい試合でしたが、89分、つい均衡敗れました。そして試合終了。クラーカリバーズが武蔵野ホーネッツに勝利です。これはちょっと強引だった。しかしその後ですね、こう直接持っていってシュートを打ってバーから中へ。試合終了直前に決まったリードゴールでリード勝ちました。ボール支配率は下回ってるけど、とにかく勝ちは勝ちですね。これでキャピタル東京に勝ち点で追いつきまして2位に浮上です。4勝1敗1引き分けですね。取りに行きますよ。リマッセ大阪のやん、強豪のと浅草サンダーボルトですね。ということで今回はここまでにしときましょうか。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリストブログツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。